こまるです。左側に映っているレッドに入ったこちら、はい、プレミアムモスとサムライモス出番が来るのを待ってる状態なんですけど、明らかにですねこちらの方が状態がいいので、ぶつ切り流木に巻きつけたプレミアムモスと交換しようか悩んでます。ぶつ切り流木レイアウト、前回はここで終わってました。砂に傾斜をつけた後、まあ、注水をして白濁りと技法が取れた状態です。で、今日はここにですねブリクサショートリーフ、それからノッチ止めを植えていこうと思います。で、実はこのブリクサショートリーフなんですけど、買うタイミングをですねかなり間違えてしまって、植えるまでに時間が経ってしまいました。で、放置している間に葉の色はすごく悪くなっちゃって、ご覧の通り根っこまで生えてきちゃいました。で、まあ植えたところでおそらく溶けてしまうとは思うんですが、一応植えてみようと思います。こちらののち止めはですね、とりあえず買ってはみたんですけど、植えてみてイメージと違ってたら、まあ、引っこ抜こうかなと考えてます。端っこにのち止めをちょっとだけ植えてみました。で、この時の私の気持ちとしては、あれ、なんかやっぱり違うかもっていう感じです。で、せっかく用意したので、とりあえず一旦全部植えてみることにしました。これが全体的に育った感じとかをこう想像してみたんですけど、やっぱりこれはないなって思って、はい、のち止めを引っこ抜きました。で、とりあえずブリクサショートリーフは残したままにしてあるんですけど、今後もう少し手を加えていく予定です。で、砂全く栄養素のない白砂なので、こちらの、はい、前回購入しておいたフローラスティック、フローラスティック栄養剤をですね3本分、はい、2つに切ったので計6個、ブリクサショートリーフの根っこより少し外れた部分に埋めていきます。ブリクサはかなり弱々しい感じになってしまってるんですけど、まあ、もう少し頑張ってほしいなと思います。以前30センチキューブで維持していた、まあ、前世紀のブリクサぐらい元気になってくれたらいいなと思います。続いてこちらは以前公園で拾ってきたバフンの実に西洋マリーもバラも突っ込んで、あのテグスでぐるぐる巻きにしたものです。こちらを使って、はい、余り物レイアウトしました。
で、この水槽ですね、隣に30センチのハイタイプ水槽を立ち上げる予定で、その後整体さんをお引っ越しするつもりだったので、結構の割合で放置してました。そうすると植えてたナヤスとかナナさんにですね、黒ひげさんが大発生しちゃって、どえらいことになってしまったので、とりあえず一旦リセットをしました。レイアウトに使ったものが、以前チョコマリウムで使ったものとか、お蔵入りしてしまってたものとか、その辺に転がってたものだったので、余り物レイアウトにしました。で、新たにですね、ニューギニアレインボーさん4匹追加したんですけど、しばらくはですね、この状態を維持しようと思います。はい、それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。